ビートダウンのハードコア。ごめんね。こんな感じで月に2回とか小座でやってます。090です。クロム小座で覚えてください。私はナゴです。私はナゴです。ABD でずっとライブ撮ってもらってたんですけど、なかなかタイミングが合わなくて来れなかったんですけど、今回やっと出れました。藤井さん、ありがとうございます。このゼロ距離スタイルマジで緊張すんの。私ただでさえ那覇でライブめっちゃ緊張すんのに、このゼロ距離マジで緊張してんのやばいの今。どうしたらいい？みんな声出してくれたら私緊張あれするかもしれないんで、ちょっと付き合ったタイミングでわーって言ってほしいです。なんか、毎日さ、規制を上げたくなるぐらいのさ、クソみたいな日々を過ごしたと思うんですよ。規制上げていきましょう今日は。いいです、好きなタイミングでわーって言ってもらって全然いいんで、マイク全然持ったの取りに来ても大丈夫です。分かんなくてもいいんで、とりあえずわーって言いたい人はぜひこっちまで来てください。よろしくお願いします。ごっついショートできなくてもいいんですよ。女の人のキャーとかでもいいから、そうそうそう、やってくれたら私たちがただ上がるっていう、それだけなんですけど。お前らの声が来たいんだよ。Whoa, whoa, whoa.
の物販いっぱいあるんで、それに滑舌を練習しました。ちょっとぜひ見ててくださいね。一番前で目出し帽をつけてたりとかするんですけど、これも目出し帽とかニット帽と、あと何つけたの、あ、女の子用のちょっとピチッとした T シャツとタンクトップと、あと待って、クッションと靴下、あ、クッションは1個しかないけど受注しまして、靴下とあとピックとかも売ってます。あります。あとは何かな、ネックレス、ネックレス、ブリンブリン作りました。ネックレス、ネックレス、これめっちゃおすすめしてます。見てください、ハイパーかわいいよね、ハイパーかわいい、やばいよね。なんか自分の中で作って、自分の中が一番欲しいってなってる。そうそうそう、なんかつけちゃったの、つけちゃった先に。かわいい、よっしゃ。あとは、なんかあるかな、物販買ってあります。レコーディングしました。しました、レコーディング。ちょっとぜひそちらともらって、じゃあ近々出るので楽しみにしてください。あとなんかあるかね、来月ライブします、うん、あとはツイッターとかで見てね。090インスタあるんで、よかったら090で英語で打ったら出てくると思うんで、検索してみてください、お願いします。酸素薄いな、酸素薄い、まとまってに酸素薄い。いいところですね。よし、よし。じゃあラスト2曲です。今からやる曲はすっごくわかりやすく、おーいおーいって言えるんで、よかったら腕を振り上げながらおいおいしてくれると嬉しいです。なんか違うな。あとは好きに楽しんでください。今日はありがとうございました。あと2曲でお付き合いください。
真でお腹いっぱいになって帰りましょう。オルファールスも食べてね。そうそうそう。オルファールス食べてね。そうそうそう。だからエンパナーダを美味しく食べるために今からやるイート話題でみんなピョン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 したり、ツーストップしたりって、そういう感じカロリーを消費して罪悪感なく食べましょう。